こんにちは。11月15日、週刊仮想通貨ニュースです。はい、やってまいりました。週刊仮想通貨ニュース、なんで元気ない、はい、いやいやいや激動の、はい、激動の1週間でしたよ、うん、前回撮影が一応ね、11月8日、8だったんですよね、うん、はい、でそれからというものですね、うん、セグイット 2X が中心になりまして、うん、次の日にね、次の日にね、9日にね、撮った次の日に、うん、この神尾 TV の嫌なジンクス何かが起こる、何か起こる。で、急遽11日に、ね、はい、休みの日集まって収録しました、うん、はい、呼び出されましたよ、ね、うん、それからまたいろいろあった、うん、大変やわな、まあ、激動ですね。そうです、12日にですね、うん、はい、まあ、これからお話しする出来事が起こったわけですよ、うん、はい、うん、13日はそのハードフォークやったんですよ、はい、まあ、日本時間で言ったら14日の早朝になるのかな、うん、ビットコインキャッシュのハードフォークが控えてたんですけれども、はい、それを控えてですね、はい、12日、まあ、日曜日ですね、うん、BCH が、はい、ビットコインキャッシュがですね、うん、一時対 BC で 0.5BTC、うん、つまりまあ BTC の 50% ですね、はい、だからつまりは30万円ぐらいに暴騰しました、はい、はい、まあ、7分子予測は完璧に当たりましたね。いや、ここまでの暴騰っていうのは予測はできてなかったですけれども、はい、僕中長期的に上げていくと思ってたんですよ、はいはい、だからここまでね、うん、もうものすごい吹き上げっていうのは予想はしてなかったですけれども、はい、うん、行きましたね、行きましたね、もうえらいことになりました、うん、まあ、七藤さんの資産もきっとえらいことになってるんでしょう。いやいや、あの、うん、含み益が一瞬えらいことになっただけよくあるやつや、よくあるやつ、よくあるやつでもすごかったですよ、うん、うん、あ、もうみんなですごいいっぱいで焼肉いけるなって一瞬思った含み益の夢ってやつ、そうそうそう一瞬の焼肉いっぱいでなんか食べてる妄想がね、うん、浮かびましたそしてですね、はい、一部のアルトも暴騰しました、うん、対して BTC は暴落、はい、そして急激に反発しました、はい、うん、ね、日曜日だったと思うんです、12日はですね、うん、本当に仮想通貨界隈は、うん、まあ、阿鼻叫喚の地獄絵図やったんじゃないでしょうかね、上がって下がって、そうそうそう、下がって、そうそうそう、もうえらいことになってたと思います、うんうん、まあ、11時とか12時ぐらいにはみんな疲れ切ってたんじゃないですか上げ下げで、ね、あ、お疲れ様です、まあ、あなたもだいぶ使いとったりましたよね。いや、僕はですね、どっちかいうと、うん、ビットコインキャッシュに関してはですね、はい、まあ、なんかこう上がってるあれですね、うん、上がってのうわー の, あの消耗はありましたけど、はいはい、でも基本的に僕500ドル以下で買ってるんで、うんうん、もう下がってきても全然利益出てるんですよね。だからそんなにそんなにあの何ちゅうの損した消耗ではないです。はい、チャート見ときましょう、うん、これ追いきれないんで、はい、はい、こちらです。これ1時間足ですね、うん、ちょっと追いきれないんで5分足にしてみますけども、はい、はい、なんじゃこれ、なんじゃこれですよ5分足ですよこれ、5分足でね、うん、もうヒゲになってるわけです、うん、なんですよね、最高値って12日にですね、うん、これ12日あたりですけれども、はい、ちょっと、まあ、日本時間とはちょっとずれてるんですけどね、うん、このチャートは、はい、12日に突如としてビットコインキャッシュですね、はい、ビットコインキャッシュは暴騰、うん、はい、約1300ドルぐらいで、うん、ずっと持ち合ってたんですけれども、ここら辺でね、はい、うん、まあ、こっちになりますね、ここ、うん、愛ちゃんの頭の上あたりになりますけれども、はい、ここに持ち合ってたんですけれども、うん、上昇起点がこの8時40分ぐらい、ちょっと下つけたところと見ますとですね、うん、まあ、1300ドルぐらいから、はい、こうですね、うん、15時40分ぐらい、はい、6時間後にはですね、うん、2860ドル、わ、倍以上か、倍以上、6時間で倍以上、倍以上、うんうん、円にすると32万円の最高値をつけた後、はい、これ1,2,3,4,5,6 ぐらいですね、うん、もうちょっとあるかな、まだ30分後ぐらいですね、はい、30分後には1370ドル、うん、ほう10分間で急激に、まあ、30分間ですねにはもう半額に戻っていると、ほぼ元の値段に戻しちゃいました、うん、
15万5000円ぐらい、うん、持ってた人はほんまにつかまん、つかの間の夢です。本当ですね。うわーうわーですよ。さ一瞬倍になって30分後には持ってます。そうそうそう、これ僕ね紙用資金なんで100万円単位の可愛い資金なんでね、はい、あの大した額のその浮き沈みなかったんですけれども、はい、1000万単位にぶち込んでる人なんかね、もう一瞬で2000万になって、フェラーリ買えるやん思って。フェラーリのカタログ見てたら、自分みたいなもう元に戻ってるみたいな。あれ幻みたいな。いや、そういう感じですね。そんなチャートでしょ、ね。うんうんうん。でですね、これ、BTC チャートにオーバーレイするとですね、はい、こんな感じです。ビットコインキャッシュのですね、はい、ボラがでかすぎてですね、うん、この、これパーセントで表されるんですけれども、はい、うん、ビットコインの、うん、変動がすごいなだらかに見えるんですけれども、はい、ビットコイン単体で見るとですね、かなりかなり急激なあのこの坂に、ね、うん、坂になってますね、うんうん、で、合わせるとですね、やっぱりこのビットコインキャッシュが、うん、まあ、最高値をつけたちょっと後に、うん、もうこれ5分足なんで10分後ぐらいですね、はい、うん、にビットコインが5151ドルをつけました。うん、うん、で日曜はですね、うん、もう僕もポロとビットトレックス、はい、ビットレックスですね、うん、あのすごく取引しにくかったんですよ。ほうほう、うんうん、でももう混んでるなっていう感じで、うんうん、何やったら落ちるしみたいな、あ落ちはしないか、うんうんうん、まあ、遅い遅い、クロームやったらちょっと厳しいみたいな、うんうん、サファリやったらなんとかなるみたいな、そんな差があるんですか。そうそう、ブラウザでも全然違うんですよね。なんか、うんうん、で韓国の取引所のビッサムですね、はい、うん、もう今や世界中の仮想通貨取引の 18%、 あもうそんな大手なんですね。大手になっちゃってる取引所なんですけれども、はい、ビッサムのサーバーが落ちるという事態になりました、はいはいはい、うん、ビットコインキャッシュあの取引高ものすごく多かったですよね、韓国勢がね。そうです、っていう話は先週、うん、そうですね、だビッサム、ほぼビッサムぐらいの勢いなんですけれども、そのビッサムが落ちたということですね。サーバーダウンまでの24時間でビッサムではですね、うん、取引量が約9倍になったと。はい、うん、で、利用ユーザー数は、うん、まあ、最大で17倍になったと、まあ、これに耐えきれなかったということですね。で、まあ、存在を被ったユーザーへの保証計画を今協議中ということです。うん、一応そんなのもあるんですね。そうですね、うんうん、まあここで売りたかったのにとか、まあそうですね、まあ、ロスカットしたかったのにっていう人は多分いっぱいいると思うんで、うん、まあ、偉いことな、偉いチャートですからねこれね、うんうん、まあ、まさになんか究極の言ってこいですよ。究極の行ってこい。一瞬の行ってこいですよね。うん。うん、まあじゃあ、ビッサムが落ちてるっていうこともあって、他の市場もつながりにくかったんで、あんまりほんまに高値で売れた人はいないって感じですよ。いないんじゃないかな。うん。なんかもう本当に、まあ間違いなくしてでしょうね。うんうん。ハードフォークに乗じて、はい、やっぱり大儲けした人がいるっていうことやと思います。え、長藤さん、いや僕はだから、うん、指定筋やったん？違いますよ。あのなんとなく見てました。すごいなと思って。うん、ちなみにですね、ビットコインキャッシュのハードフォークはですね、うん、はい、はい、こちらですね、ビットコインキャッシュのハードフォークはアップグレードっていうことになってましたけれども、あ、そうですね、はい、うん、ビットコインキャッシュクラシック、うん、っていうのを作る動きもあったらしくてですね、はあ、うん、ジハンさんのね一応つけたさツイートではね、はい、まあ、そんなもんがもし付与されたとしたら、うん、すぐに売ってビットコインキャッシュ買ったらええねんみたいな、はあ、そういうツイートもしてはりました、うんうん、だから今回のハードフォークでは多分付与されてないんですけれども全然、はい、うん、僕はまあハードフォークで付与されるんやったらちょっと待っとこうかなと思って待ってたんですね、はい、うん、ならまあ価格戻ったわっていう悲痛のラインが届いたって強がって強がってカッコ笑いしてるけどこれ絶対泣いてるなって心の中でいやいやこれは取れんでしょこの高値で売れたら結構なもんですよね、うんうん、まあまあよかったんじゃないですか、うんうん、まあ、このマイナーがビットコインに行ってるか、はい、ビットコインキャッシュに行ってるかっていうことで、うん、かなりこのそのマイニングの割合とですね、はい、ビットコインキャッシュビットコインの価格っていうのが関係してると、はいはい、関係してるんですね、うん、今回の場合はですね、はい、なんで
ビットコインとビットコインキャッシュは対比させて考える必要があるなというふうに改めて思いました、うんはい、まあ相関関係あると言ったらあれかもしれないですけど、うん、まあそういうふうにまあ関係性は見て取れるとね。そうですね、どちら上がれば下がるし、うんまあ、どっちも上がるっていうのはあんまりない今のところ。いやありますあります。今回のハードフォークのこの時代では完全に逆の動きをしたので、うんはいうん、で今までも同じようにこう動いてる時もあります。もちろん、はいうん、でまあそのハッシュレートとかそういうものを考えていかなあかんなというふうに思いましたね。はい、ということで、うん、これはですね、はい、ここからちょっと神尾さんと愛ちゃんのことはぶっ飛ばしていきますけど置いていかないでくれ待ってさらっといきましょう。ビットコインキャッシュがね、はい、現在に、うん、1297ドルで、はい、ビットコインが、うん、6963ドルです、はい、で、6分の1このマイニングの難易度ですね、うん、は8分の1という状況です。ビットコイン掘る、ビットコインキャッシュ掘るの方が、うん、ビットコイン掘るのより8分の1、うん、簡単、うんうんうん、収益性について言うとですね、うん、直近の6時間ではまあまあ 1.1 倍ほうビットコインキャッシュが、うんまあ、掘ってた方が、まあ、儲かったということですね。まあ、1日で見ると、まあ、ほぼ一緒ですよね。1.1 倍と 1倍なんで。で、これもすごくもう価格で上下するんですよ、はいうんはい。ビットコインの価格が高なってきたら、うん、もうビットコインの方が、はい、それは収益性高なるし。でもその分、こうマイナーが集まると、ディフィカルティというか、そのマイニングの難易度上が、うん、上がってくるんで、はい、それと、そのビットコインキャッシュの方が、うん、掘った方が儲かると、はいで。ビットコインキャッシュの価格にももちろん影響を受ける。っていうことですね。うん、だから、うん、今の話の、まあ、難しくなってきた。難しくなってきた。よし、早く、早くしよう。今の話を掘るのが難しい。ディフィカルティ上がっております。なるほど。マイナフニュー次にですね、はい、もうぶっ飛ばしていきます、ね。ハッシュレートなんですけれども、今は、うん、これハッシュレートですね。うんうん、今は、まあ、こんな感じでですね。90% 以上のマイナーが BTC を掘っていると、はい、いうことが分かります。はいまあ、一応、次の難易度調整がですね、はい、ビットコインの難易度調整が11月の25日の22時43分になると、うんうん。これもだいぶすぐに変わるんですよ。今日だけでも26日って言ってたりとか、うん、27日って言ってたりとか、はい、そのブロックの生成のスピードによって全然もうこれも変動するんですね。はいはいうん、で、その時にですね、うんBTC を掘る難易度がですね、うん、今のところマイナス 6.26% になると簡単になるということですね。はい。と、うん、いうことが計算されています。なるほど。わ、うん、からない。なるほど。ちなみにこれ BCH はもう出てないんですけれども、はい、これハードフォーク起こる前までは出てました。ここはいはい、はい。いつ難易度調整が行われて、何パーセント上がるよ下がるよっていうのは出てました。うんうん、でも今はビットコインキャッシュはですね、うんそのハードフォークされましたんで、はい、ブロックごと10分ごとにその難易度調整がされるっていう風にハードフォークされ10分ごとそうですそうですブロックごとですね。あブロックごとね、はい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 、まあつまりはですね、うん、今言ったようなことビットコインキャッシュの難易度が上がればビットコインにマイナーが行って、うん、ビットコインキャッシュの、まあ、言った帳場合わせる人いなくなる、はい、マイニングする人いなくなる、はい、でもう送金ができなくなる、滞る、はい、でそれが逆になれば、うん、ビットコインからビットコインキャッシュに行って、はい、ビットコインがまた掘る人いなくなって詰まってくる、うんうん、っていうようなことが起こってたんで、はい、ビットコインキャッシュの方がそれを調整したわけですね。なるほど、ねうんうん、だからブロックごとに難易度調整しておれば、はい、そういうことが起こりにくくなるだろうということです。はい、はい、いいやつやん。そうですね今の間が全てを語ってる気がしますがいやいやいいやつですよ。いいやつです。いいやつ。いい調整やったと思うんですよ。ああ、うん、もちろん。はい、はい、はい。ちなみにですね、一応ビットコイン詰まり見ときましょうかね。現在ちょびっとだけ改善されてますね。うん、まあ簡単に増えたりするんですけれども、はい、7万1000件、11日時点では10万件以上あったんで。ああ、そうね。先前の収録ではそれがありましたね、うん。ちょっとだけ改善されてるかなっていう感じですね。うん。うんでまあ、これはほんまゼロがいいんでしょ。もちろんゼロじゃないとおかしいですね、うん、意味がないですね、うん、基本的にはね、うん、まあ今のところね今の話はちょっとポカーンやったかもしれないですけど。そんなことはない。ちゃんとほんまゼロ掘ってた
アイちゃんなんかついてきてましたか。半分ぐらい。あ、そうですか。うん、うん、まあまあ今マイナーが、まあ、言うたら何掘ってるか、ビットコインなのか、はい、ビットコインキャッシュなのか、うん、同じ機械で掘れますからね、はい、ビットコインとビットコインキャッシュっていうのは、うん、スイッチなんかはないわ。押さへんわ、そんなポチッと押すんでしょ、この蓋開け重要そうなスイッチを。イマージェンシーみたいな爆発するやつや、それはこのガチャンってやつ。ビットコインキャッシュやーって言われへんわ。うん、まあこれがね、うん、あの、はい、何掘ってるかっていうのが、うん、あのもろに価格に影響するっていうことで、それをちょっと説明したかったんですけれども、はい、結構まあまあマニアックな、ね、マニアックですね、マニアックでしょう、うんうん、初心者の方でね、うん、この番組簡単そうと思って見てくれる方にはちょっと申し訳なかったかなと。いやでもまあまあ言ってることは結局マイナーが誰掘るかって価格に影響してくる、うん、そうですそうです、うん、なんかね、今あの見たサイトなんかは、うん、まあ、たまにチェックしといた方がいいかなと思います。なるほど、うんうん、まあ、じゃあビットコインのビットコインキャッシュ取引する人はチャートはもちろんですけど、はい、そのマイナーの動きも注目していかないとなかなか難しくなってきたと。そうですね、うん、うんうん、まあ見てる人には負けますよね。ああそうですね、うんうん、でまた、まあ、サブチャンネルの方でね、うん、いつやるねんって話ですけれども、うん、そういう仮想通貨のもうちょっとマニアックな話とかはやろうと思ってます。いつやるんやろ。このコーナー始まってからずっと言ってるんで、なかなかで始まらへん。始まれへんな。始まれへんな。なかなか掘られへんな。ずっと詰まってるで。送金詰まりじゃなくて、アップロード詰まりがね、起こってます。うん、まあ今回のね、うん、まあ、さっきも言いましたけど、冒頭は全然読めました。はい、戦でしたけれども、うん、僕はもう中長期的にビットコインキャッシュっていうのは、まあ、これから上げていくんだろうなっていうふうに思います。ナーフ使用数は基本全部当たってるんですよね。基本一応当たってますね、うん、外れてはないんですね、うんうん、だからなんでもっと僕にビットコインキャッシュ買えって言ってくれんかったんかっていうことだけ。いやいや、どうせもう急騰して急落してますよ。なんでもっと強く言ってくれ。強く言えないでしょ。どっちかというと反対派の人。うん、まあ僕の場合はですね、うん、このジェットコースターを楽しく見守ってましたと先ほども言いましたけれども、はい、うん、まあこの市場って絶対もう正常じゃないから、あ、はい、まあ、ここでエントリーとかは、うん、まあ、基本なしねっていう。お、僕も正常じゃないし、はいはい、うん、っていうので、まあでしかもですね、僕って目的がですね、うん、目標が、うん、送り人、奥を稼ぐとかじゃないんですよ、今、はいはいはい、今って、うん、みんなで焼肉行こうっていう目標なんで。何、いい人のキャラを演じてるんだ。いやいやいや、目標によってね、投資って、はい、あの、まあ、ね、何をするかって変える必要があるんですけれども、はい、なんかそこまで大儲けする必要もないと、うん、それはこの神尾 TV の資金はそうですけど、あなたの個人資金は当然稼いででしょ。いや、これ稼いでますよ。出た、こっちが本物なのほしで。ちゃ稼いでるけど、まあ、だいぶね、うん、なんちゅうかね、その神尾資金を、はい、の方に意識がいってるんで。これはね、ほんまにね、あの冗談とか、ナーフシさんをフォローするわけじゃないんですけど、ナーフシさん常にこの焼肉の資金をめっちゃ気にしてて、そうそうそう、あの常に反省のラインを僕に送ってくれるんですよ。今日ちょっとあんまいけなかった、人数減れたからどうしようとか、うん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 、ほんまにね、みんなで行こうっていうのを考えてくれてある。そうですね、まあ自己資金どうでもよくなってきてます、ね。それはちょっと違うかもしれないですけど。いや、ほんまにね、まずはだから、どっちも大事にしてください。焼肉行ったら、もうこのトレードやめて、紙の資金での、うん。自己資金で、いや自己資金もドンって突っ込んで。ます、あ、そう、え、続くの、もうやめ、もうやめさせて。焼肉2018年。いや、やめてくれ。あ、そうですね。愛ちゃんにしたらいい。二人でやんねん。二人で。愛ちゃんの焼肉にしよう。二人でやるよ。俺だって食べに行くだけの方がいい。二人で来そう。応募する、応募する。ですか。なんで、まあまあ、うん、うん、温かく見守ってましたって、あ、まあまあ、ちょっと興奮しましたけど。そういう感じでね。うん。うん、あ、でもその場にもう、なんか今行かなあかんと思って行かなかったのはすごい成長ですよね。ああ、でも個人資金では行っちゃったな。行ったんか。まあまあそんなに高い値段じゃないですけど、うんうん、まあ損はしてないです、うん、ここでですね、うん、BTC をですね、うん、買い支えた勢力があるということでネット上でもう、まあ、ものすごい噂になってるというか、はい、はい、批判されてます。批判されてる、はい、うん、はい、でですね、うん、何があったかというと、はい、テザーですね。テザーこれコインマーケットキャップさんなんですけれども、うん、20位に
で、このテザーっていうのはですね、はい、はい、USD に一応連動してると。1ドルが 1USDT なわけですよ。はい、で、USDT 建てでこのビットコイン買えたりとか、うん、まあ、いろんな他のアルト通貨が買えるわけですね。テザーと USDT の関係は何ですか？一応連動してるっていう。テザーは USDT です。イコールです。あ、イコールね。イコールです。おお、やっと分かった。USD テザーなわけです。ああ、の略が US、はいはいはい、うん。なるほど、なるほど。なるほど、はい、謎が全て解けた。すいません。うんうん、説明が足りませんで。はい。でですね、このテザーっていうのは何かっていうと、うん、まあ会社なわけですけれども、会社が発行してるわけなんですけれども、テザーを作ってる会社がですね、うん、香港のビットフィニックスの子会社なんですね。はい、あ、はいはいはい。ビットフィニックスっていうと、もう一応出来高世界第2位の交換所です。うんうんうん、このビットフィニックスっていうのはですね、はい、ブロックストリームの出資者なんですよ。ブロックストリームはですね、突っ込まれた前にカナダのモントリオールやったよな確か、うん、そこにまあ本社ありまして、はい、ビットコインのライトニングネットワークとかのサイドチェーンですね、うん、ビットコインビットコインブロックチェーンのサイドチェーンを開発してる会社です。はい、まあまあまあ難しいけど、まあ、これね、ジハンさん、ジハンさん率いるね、うん、ビットメインと対立してる会社でもあるんですね。はいはいはい、うんうん、まあセグイットしないとサイドチェーンってその実装できないですから。はセグイットをしたことで、うん、セグイットをものすごい推し進めてた 会社というか勢力なんですよね、このブロックストリーム。ブロックストリーム、うん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 、でブロックストリームカナダにあって、はい、ジハンさんのビットメインと対立してると。そうです、そうです。でそのブロックストリームはビットフェニックスの出資者で、うんうん、でそこがそのテザーがですね、子会社テザーが、ね、その子会社がテザーってあって、はい、テザーはテザー USD テザーを発行している。そうです。で今回それを、はい、今回それをですね、60ミリオンです。24時間で、うん、今回のこの騒動の裏で、はい、24時間で60ミリオンの新規発行したと、テザーを。つまり、うんうん、まあ、60ミリオンって113円だとすると6000万ドルなんで、はい、約70億円ですね。はいはいはい、はい、で買い支えたんではないかと、ビットコインを。はい、うん、つまりビットコインの価値が落ちると、うん、ブロックストリームとかはそのビットコインのサイドチェーン開発してる会社なんで、うん、はい、まあ嫌なわけですよね、うんうんうん、なんでそこを買い支えに行ったんではないかっていうふうに言われています。でそのお金を新規発行で集めたということ。新規発行は勝手にできたわけですよね。はあ、うん、はあ、別に出資を募るわけではなくて、うん、勝手に発行して、でそれでそのビットコインを買いに走った、うん、そんなんいいの？だって自社で発行してるんやったら何でもできますよね、うん、錬金術やん。錬金術ですよ。おえ、うん、っていうことで、うん、ものすごいそのネット上では一応批判されてますね今。批判されてますけど、まあ、真相はちょっと分かんないです。本当にそれやったのか、はい、発行量は確かに増えてるけども、はい、うん、ビットコインを買ったのかどうかっていうのはちょっと分からないです、はい、でもまあ不審な動きというか、はい、そういうのがあったというふうには言われてますね。うん、うん、これがねビットコインの価格を、はい、こんだけバーンって下げたんですけれども、うん、一時5151ですね、はい、ドルまで行ったのをバンと戻した、うん、この力に勢力力になったんじゃないか、買い勢力になったんじゃないかっていうふうに言われてます。で、まあ、実際にはもう全然僕はあり得ることやと思いますね、うんうん、そのビットコインの価値を高めておきたい人たちっていうのはいっぱいいるわけで、うん、はい、うん、どっちかというと多いと思いますね、うんうん、でここは大量のビットコインを持っているって感じなのかね。もちろん持ってるでしょうね。あ、まあ、それもあって買い支えたのもあるか、うんうんうん、っていうことですね。うん、七福士さんは買い支えたんではないですか？あ、全然買い支えてないです。ここのひげのとこで買い支えたかったな。買い支えたかった。うちらの焼肉資金で買い支えたよかった。お前ら全力で買い支えたかった。まあまあね、うん、実際はポカーンとして見ておりましたよ。あ、落ちてる、上がってる。すごいなみたいな感じです。
ですね、うん、でビットコインのこれからの、うん、ちょっと長なってますけれども、はい、もう続きでいきましょう、うんうん、ビットコインのねこれからの予定ですけれども、いろいろこのポジティブなニュースがあります。ビットコインにですね、ビットコインにあります。おー、うん、CME ですね、うん、シカゴマーカンタイル取引所、さすが、うん、おおそこ王ちゃうわ一応プロですCME グループがですね、はい、ビットコイン先物取引の開始日程を発表しました、はい、うん、おついについに、うん、なんと12月の2週目までに開始と、うん、あ、もうすぐ話す、1ヶ月後くらいですね、1ヶ月もないですよ。あ、そうか、もう今15日ですから、うんうんうん、はい、それまでに細かいないからです開始っていうことで、はい、この CEO のティリー・ダフィーさんが発表されました、はい、今、はい、マーケットキャップですけれども、うん、ビットコインって13兆円約になってるんですよね、はい、時価総額がね、うん、これが、まあまあ、倍のぐらいの資金は流れ込むんじゃないかっていうふうに言われてます。じゃあ爆上げしません、爆上げするんですけど、まあ、ショートもできるんですけどね、先物やから。先物のショートはいずれ買いで、ロンドンになる。あ、そうですね、うんうん。なんで、ロンドンに本拠地を置いている世界最大のヘッジファンドの、うん、マングループですね、の、まあ、CEO がですね、うん、CME が先物契約を締結すれば、ビットコインを追加すると。おう、うんうん、で追加する可能性が高いと述べています。述べていますよ、はい、まあどっちになるか、まあ、暗号通貨市場にこう 何に追加するかちょっと分かんないんですけれども、うん、まあ、読んだ限りでは何時かいろんなアセットっていうんですか、こうポートフォリオの中に、ポートフォリオの中にこう追加するっていう意味じゃないかなと思います。この先物を追加するのか、もう暗号通貨自体、ビットコイン自体を追加するのかはちょっと分かんないんですけども、そこまでは述べていないみたいなんですけれども、はい、うん、そう述べているらしいですよ、うん、なんでね、こうやってその12月、本当にヘッジファンドが、まあ、大きな資金をね、うん、持ってくるとしたら、うん、結構なことになるんじゃないかなというふうには思いますね。これが多分この回が放送されている頃にはまだ全然多分上がってないと思うんですけど、うん、あの僕がやってる株 FX ニュースの方で、うん、まあ、あの今のアメリカの、いわゆるトランプラリーですね、トランプラリーの、うん、正体というか裏話をしているんですけど、その、トランプラリー、まあ、結論からトランプラリーを起こしたのはヘッジファンドの買いであったと、そうですね、話してるんですけど、うんうん、それぐらいインパクトがあるんで、うん、これがビットコインね、本当にヘッジファンド流れてくるとなったら、うん、えらいことになるんじゃないですか。えらいことになると思います、うんうん、まあ、2015年の時点のデータですけれども、うん、この機関投資家ヘッジファンドですね、はい、の運用資産は71兆ドルというデータが出ています。まあ、7700兆円うんうん、ですね、うん、で今回細かくそれに対して超超えてくると思う、どうでも計算がねこれに対してビットコインの時価総額って、まあ言うたら13兆円なわけですよ、はい、うんうんうん、ね、およそもう1000分の1程度、まあ、それは2015年ぐらいでしょ、データはね、もっと今もっとあります。ああそうですか、もう計いってんじゃないですか、計にいってんの、運用資産が、うん、700兆円か、うん、あ、そっかそっか、うん、ああ次の単位ね、うんうん、次の K1K円ぐらいはいってるかもしれないですね、運用資産として2017年からね、うん、で、まあ、この一部をですね、つまりはちょっとビットコインに入ってきたら、うん、まあ、えらいこっちゃになるわけですよ、えらいこっちゃなんですよ、うん、今まで の, あのみんなの、まあ、世界中の人たちが運用してる資金なんか、うん、本当もうちょびっとした額になっちゃう可能性があるわけですね、うん、だから全く新しい、うん、これも新世界に入ると、新世界、まあ、4校ですもんね、4校たちが4校全員が来るみたいな、そう入ってくる可能性があると、うんうん、もうね、素人たちでやってた相場やったのに、うん、もうプロたちが、はい、歴戦の猛者たちが入ってくるわけで、うん、はい、まあ本当ね、どうなるか楽しみです、楽しみですね、とりあえずでも、うん、ロングで入るんやったら今かなと僕は思ってます。うん、うん、なるほど、そのヘッジファンド4校が入ってきて、うん、来てその4校の後ろに紙折れもついていくんでそれとこれはもう買いじゃないですか、そうですね少なくとも1兆円の買いが入る
ないけどね。あ、円あドル。ドル。っていうことですね。まあ、ちょっと長くなりました。まあ、このね、はい、あのいろんな、この1週間であった流れをですね、うんうん、もう僕の口から説明するのは、かなり骨の折れることだったんですけど、はい、まだお話ししてないこともたくさんあります。ああ、そうですね。うん、ビットコインではビットコインキャッシュが出てない。そうですね。いろんなことがありました、本当に。うんうん、ほんで、追加でちょっと言うけど、このビットコインキャッシュクラシックと、はい、ビットコインキャッシュプラスっていうのが、うん、ハードフォークで生まれるというふうにも言われてます。はい。さらに。ビットコインキャッシュクラシック、はい、ビットコインから出てきたビットコインキャッシュ、さらにビットコインキャッシュクラシックと、はい、ビットコインキャッシュプラス、はい、うん、ビットコインキャッシュプラスは、ビットコインからまたハードフォークするらしいです。ゴールド、シルバー、次プラス？シルバーはまだ分かんないですけども、プラス、あのプラスというか、プラスはもうあるんですよ。マイナス。あ、いや、マイナスじゃないです。ビットコインキャッシュプラスです。キャッシュプラス。はい。ビットコインプラスはもうあるんですよ。あるんですか？すでにあります。え？すでにあります。もうずいぶん前からあります。あ、そう。まあ、だいぶ前の話ですね。うん、うん。これ大喜利コーナーするんですか？ビットコインキャッシュクラシック、はい、それはビットコインキャッシュからハードフォークするんじゃないかっていうふうに言われてます。あのまた来週ね、それちょっと調べてまたお送りしますけれども、はい、本当にね、ハードフォーク祭りになってきてます。、うん、いつかですね、あの僕が思ったのは、うん、ホリエモンさんの会社、ライブドアが、はいはい、あの株式分割しまくって会社の価値上げまくって、うん、はい、っていう時期があったじゃないですか。そうですね、あのだいぶ前ですけど、それで、まあ、いろんな会社買収していって、ね、はいはい、あれにちょっと似てるなっていうふうに。ああ、時価総額上げていくってことですね。そうです、そうです、はいはいはい。まあ、今回は一社じゃなくてね、うん、あのいろんな人がいろんな思惑でこう、うん、ハードフォーク、ハードフォークさせて、うん、もうビットコイン持ってる人にとりあえず供養させて価値つけて、はいはいはい、っていうふうにやっていってますけれども、うん、そんなふうにしばらくなるんじゃないか、続くんじゃないかと思ってます。ビットコインゴールドも今3万ぐらいいってますからね。あ、ね、結局ね、結局ね、うん、もう何のこっちゃ、本当に大喜利コーナ ー、 うーん、大喜利コーナーどころか。ビットコインキャッシュクラシックゴールドができるかな。めっちゃ長いよ。ビットコインキャッシュ BCHCG やな。ビットコインキャッシュゴールドプラスとか、うん、ビットコインキャッシュクラシックゴールドプラスマイナスプラスみたいな。うん、なんかそんな、そんな日本の銀行みたいな、どんどんなんか増えていく、増えていく。ありえる、ありえんねん、本当に。だって、うん、まあ言うたらビットコインキャッシュにがハードフォークしたら、ビットコインから見たらもう孫になるわけですよね。孫？孫。ビットコイン、まあ孫っていうか、まあ、あ、ビットコインキャッシュクラシックはね。はい。ならビットコインキャッシュクラシックに価値ついたら、またそこからハードフォークするチェーンがね、ああ、もうできちゃうからさ、うん、うん、ね、えらい世界になってきました。なるほどね。こういうことではね、もういちいち驚かないように、うん、一喜一憂しないようにしましょう。はい、うんうん、もうそんなもんだ今は。、うんうん、まあ淘汰されるとは思いますよ。まあそうでしょうね、うんうん、時が経つと、うんうん、です。ではですね、ちょっともうだんだん難しくなってきて、もう話も大台になってきたんで、一回声切らしてもらって、はい、ね、整理して、うんうん、次回行きたいと思います。そうですね、はい、うん、次回はもっと簡単、まあまあ次は、次回は、うん、チャートを見ましょう。あ、ビットコインのチャート分析、うん、チャート見ましょう。指標解説ちょっとだけね、5分だけ。そんなに分かったことないけど。じゃあ次はですね、ちょっとまあある意味一番簡単な感じですね、はい、チャート分析の方やりたいと思いますので、見逃さないためにぜひチャンネル登録の方をお願いします。メルマガ LINE やってますので、ぜひご登録ください、はい。Twitter、Facebook とかやってますので、よろしければフォローしていただければと嬉しいです。はい、あといいねもね、お待ちしております。お願いします。よろしくお願いします。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。